します。はい。じゃあ日本語テキストの内容理解問題の自動生成システムというタイトルで長岡議題の後藤が発表させていただきます。まず研究背景としてコンピューターに日本語教育を用いるという研究は、1980年代からありました。 CAL だったり CALL と言われて、e ラーニングに代表するようなシステムというのは数多くあります。ただしかしそれらのシステムというのは多くは教材提供やインターネットを通じた教材選択というのが主な目的となっていて、コンピューター自体が問題を生成するというシステムは結構限られています。さらに読解の評価という分に焦点を当てると学研の限りそういった研究は見当たりませんでした。では今現段階テキスト読解の評価にどういう方法を用いているかというと、内容理解問題を作ってそれによる読解テストを実施するという方法がメジャーな手法となっています。しかしながらこういったものを自動生成することは難しく、教師は内容理解問題の生成に多くの時間と労力を費やしているというのが研究背景としてあります。そこでここで作ったのが今回の作ったシステムがこちらになります。これは現在多読クイズ作成支援するベータ版というふうになっておりまして、クイズの作成ページと作成されたクイズを見るページの2種類で構成されています。で、作成するにはどうすればいいかというと、このページに飛んでいただいてファイルを選択すると何でしょうかな、今走れメロスという文のテキストを入力すると、入力するだけでクイズの作成を自動的に行ってくれます。というわけで今回の研究の目的としては、任意のテキストを入力するだけ、これだけで内容理解問題を自動的に生成してくれるというのを研究目的としています。ではどのような内容理解問題というけど、どんな問題を作ってくれるのかというのをこれから説明していきます。で、本研究では高橋2001で解明された学童における読解能力の発達過程、これに基づいてこの中から語の意味の理解、そしてそれらの係り受けの理解、これを支援するような問題を設定しました。で、それぞれが名詞の名詞動詞句補充問題と会話文並び替え問題、高品質語補充問題、この3種類を作りました。で、これらについて解説していきます。こちらはシステムの全体の構成図になっています。まずは名詞動詞句補充問題がどういうプロセスで作られているかというふうに説明していきます。で、こちらが名詞動詞句補充問題の一例になります。デモ画面では生成されるとこういったような二択の問題だったり、はい、いいえと答えるような二択の問題だったり、名詞を穴埋めするような四択の問題と動詞句を埋めるような四択の問題がそれぞれ生成されています。で、この中から例を一つ取り出してこれについて説明していきます。で、この問題がどういうふうに作られているかっていうと、入力されたテキスト内、先ほどだと走れメロスの中から一文を取り出して、その中から誰がっていう部分だったり、どうしたっていう部分を置き換えることによって生成されています。じゃあこの抜き出す部分はどうやって作られているのか、この一文はどうやって選ばれたのか、この選択肢はどうやって作られているのかっていう部分について説明していきます。まず抜き出す単語をどうやって選んだのかっていう部分については、文字 N グラムを用いました。文字 N グラムを用いた理由としては、形態素解析で獲得できない単語がいくつかあったためです。で、文章内から文字 N グラムを獲得すると、例えばロスだったりメロス、メロスはといったような単語が、文字列が得ることができます。で、この中から主人公となるようなメロスを獲得するために条件でフィルタリングを行っています。例えば文字や記号で始まる文字列は当然主人公とはなり得ないので削除します。で、例えば連帯詞、助詞、接続詞を含む文字列も当然違うので削除すると、ロス、メロスといったような単語を獲得することができます。ただこのロスという部分はメロスの中に含まれる部分文字列となっているので、最終的に削除してメロスといったような単語が獲得できるというふうになっています。次に文の選定についてお話しします。本研究では問題文に変換できる文は、入力されたテキストの中で重要な情報を持っている、情報量を持っている文を探したいということで、テキスト内の全ての文に対して主題、名詞を割り振りました。ここでいう主題っていうのはほぼほぼ主語のことと思ってくれて構いません。そしてその主語が連続する部分、これを一つのブロックとして考えて、この部分、この3文はメロスについて話している、次の3文ではセリヌンテウスについて話している、次
次の A ブロックではまたメロスについて話しているっていうような風にブロックで分割しました。そしてその各ブロックの1文目、これが話題の切り替わりになっている一番重要な文と考えて1文目を取り出して、これを問題にできる文というふうに定義しました。そして最後に錯乱し、この選択肢の生成についてお話しします。名詞を誰にが2を書いた場合は、まあ、単純に、単語の選定で獲得した単語を並べるだけで十分なんですけど、動詞句になると少し話が変わります。こちらはメロスは両手で牢屋の体を揺すぶってどうしましたかという問題文で、答えはこの質問を重ねたになるんですが、じゃあ灰を重ねただったり、こういった選択肢をどうしてやって作ったかっていうと、まずこの質問を重ねたっていう答えを基準としてこれらの選択肢を錯乱子を作っていきます。まずこの質問を重ねたっていう文から、助詞と助動詞、これ以外を取り除いたパターンを生成します。例えば質問を重ねただと何々を何々たっていうパターンになります。そして外部の文書データから同じパターンを持つ動詞句っていうのを集めてきます。それらが灰を重ねただったり、手を振り振り走ってきたっていうようなものになります。そして同じパターンを持つ動詞句が集めることができたので、より答えに迷うような文を探すために、出現する品詞の種類だったり出現回数基本にフィルタリングすることによって、最終的にこの4択の選択肢を作ることができます。これが名詞動詞の補充句問題のプロセスになります。次に会話文並び替え問題について説明していきます。日本研究ではテキスト内の鍵括弧で覆われた文、これを会話文発言、一つの発言というふうに考え、間に5文以上挟まず連続して登場した発言、これを一つのまとまりとして会話としました。そしてそのテキスト中の中の会話にランダムに選ばれた会話の中から先頭2文をそれぞれ抽出していき、合計4つの会話から8つの発言を取り出して、そのうちの4つを空欄に置き換えて当てはまるように並列化させるというのが会話文並び替え問題です。こちらに例を示しています。これは足でメロスから取り出されたもので、抜き出されたものが4つと、それのヒントとなるような発言が4つ並んでいる。そして選択肢の中からこの当てはまるものを選んでいくというのが本題になります。で最後に高品質語補充問題になります。これはテキストの段落の冒頭から高頻度に現れた名詞だったり形容詞、副詞、これらを空欄に置き換えて補充させて、ユーザーに回答完成させるといった問題になります。で例にあるように、メロスのアスリメロスの冒頭からだいたい10文程度が取り出されていて、その中から重要だったメロスだったり、まあ、シクラスっていう町だったりをっていうような単語が抜き出されていることがわかると思います。で最後にまとめます。で今回は読解テスト、開発支援、学習支援を行うシステムを開発しました。でこのシステムのクイズっていうのは学童の読解能力発達過程に基づいています。そしてこのシステムは下記 URL で公開されているので、アクセスしてぜひ触ってみてください。で以上で発表を終わります。